のぼさぼさこさんです。メイクするメイクをしていきます。めっちゃね、今こことこことここにね、めっちゃなんか練りのね、なんかつけた。だからテカ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 マンです。テカテカマンです。メイクをしていきたいと思います。レディゴー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 、レディレディゴー、ほい。今日は何メイクかな、わかんない。ポール&ジョーさんのモイスチュアライティングファンデーションプライマー化粧下地、これをつけます。適当にね。よいしょ、適当に。私はいつもね、結構適当なんです。最初はほっぺつけちゃうんだよね、いつも。今日はゆっくりメイクしよう。いつもめっちゃ早いけど、今日はゆっくりメイクします。こんにちは、こんにちは。お昼ですね。なんかね、すぐの伸ばしたいから、結構こうやって置いたら、だからね、だからちょっとずつね置いちゃうの。ちょっとずつ置いちゃう。でまだ残ってるから、ここのままね、赤みを消したいので、ちょっと多め。ねやって、ここオッケー、下地が完成しました。トーンアップ、明るくなりました、肌が。で最後染み込ませていく。ボボ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 ンって絶対さ、この前髪のここ濡れてないよね。まあいいんですよいいんですよ、いいんですよ。はははこうやって染み込ませていく。はい、どうですか。
爪が割れる最近。なんで？栄養がないのかしら。困っちゃうわ。困っちゃうわ。口の色なんかつけたけどさ、あんまないね。つけたんだけど。次。ルナソルちゃん。ルナソルちゃんの最近はなんかライブじゃないときはこのルナソルを使います。最近はね、なんか一時期使ってて一回使わなくなってたんですけど、なんかライブじゃない時はルナソルを使います。だから最近はずっとルナソルってこと。ルナソルグローウィングシームレスバーム O0C01番。ゼロと O 一緒に読んじゃった。こんな感じのやつ。ちょっとだけ取って取って危ないから蓋を閉めます。いっぱいお星様ありがとう。そうだ、でまた同じようにほっぺからつけていく。なんか薄付きだからこれはいい感じ。メイクするのは好きですよ。楽しいけどメイク落とすのはめんどくさいよね。なんだろうね、このメイクするのは楽しいんだけどさ、メイク落とすのはめんどくさいって感じですよ。ユーカリさん、クッキーちゃん、ありがとうございます。いや、なんか時間的にはメイク落とす方がもちろん早いんですけど、なんか気持ちの問題気持ちの問題。なんかメイクしてるのは楽しいけど楽しくないみたいな。メイクするときはでもなんだろう、肌を一番丁寧にやる、うん、それ以外はまあなんとなく肌綺麗だったらの方がいいかなって思って、肌綺麗をイメージして作ります。まあでもなんか家にいるときはなるべくすっぴんでいるけどね。今日はねいつもより丁寧にやっております。はい、ファンデまで終わりました。ファンデも終わりました。1時間あるからね。あ、いつも15分とかでメイク終わっちゃう人多かった。こちらの綺麗な筆さんです。さっあの洗ったばっかりだ洗ったばっかりの綺麗な筆さんで、綺麗な筆さんで。続いてナーズ、これやっぱね黒だとねこうやってね汚くなっちゃうんですよね。こういうとこ手こうやって開けるからさ、ファンデーションついた手で。
まあいいでしょう。このこの子を乗ります。え、本当にねこれ大好きなの。本当にね大好き。マジでね綺麗になる。オッケーオッケー。私は今これが一番のお気に入りです。メイク道具の中で一番好き、この子、この子が一番好きです。なんかね、なんかね、なんだろう、なんか綺麗にしてくれる。そう、なんか私でもテカテカすぎるのが好きじゃなくて、結構テカっちゃう人だから肌が。そう、だからです。じゃあ次、次はね、次は眉毛。眉毛さん、眉毛さんね、眉毛さんは私ご立派にいらっしゃるからさ。こちら続いて、こちらの方を取っていきます。なんかでも分かんないの、眉毛が正解がなんか飛び出てったし。色をね変えるって感じ。色を変えていく。一番嫌い眉毛、分かんない、一番苦手だから何も特になし、特になし。ダンス、え、なんかすごい今日濃くなったし、しかもいつもより、いつもより濃いわ、ぼかします。すぐぼかす。眉毛は分かりません、本当に。なんか急に顔が濃くなった、キリッとしてしまった。キリキリキリン。眉毛サロンに行ったらどうにかなりますよ。ちょっと眉毛サロンに今行ってないのでね、ちょっとどうにもなりませんけど。ちょっとよくわからん今日。しかも今日めっちゃ微妙だし、今日すごい微妙、今日なんかすっごい微妙、面白くなっちゃった、面白くなっちゃった、面白くなっちゃった。まあいいや。いいんかい、いいんかいってね、うん、もういいよ、ポジティブポジティブ。じゃあ次、次はアイメイクしていこう、アイメイクをしていきたいと思います。こちらD
デイジークさん使っていきます。ここここをアイフォン全体に塗ります。ピンク系、ピンク系ばっかりだな私は。どっちかといったら、でそのまま下にもちょっと塗ります。ほい、続いて今日は今日は今日はここのこの子を次は塗ります。外側に塗ります。外側から塗る。次、マジ今日世界一眉毛が面白い。メンバーに見たら笑われちゃうよ。続いてはこのこの子、濃い赤茶みたいな、茶色みたいな色で、これも二重幅の外側をからどんどん中に攻めていきます。こちらも同様、外側からどんどん中に攻めていきます。二重幅縫い縫いします。たら二重幅さんがよくこんにちはしてくれるから、こんにちはって挨拶をします挨拶をします。続いてはキラキラでもしようということで、リカフロッシュのこう手でちょっと取って、これを真ん中につけます。ちょっとラメ感をプラスします。ダメ感を追加しました。続いてはまつげをあげます。でも今日はまつげ、最近なんかまつげをあんまり、これは最近 RMK のこれです。 RMK が好きになりました。これは変わる、どんどん変わっていく。最近まつげ塗らずにこうやってね、ちょっと上げるぐらいでね、いいやってなってね、ちょっとだけ上げるて目を起こすっていうことだけしてる。一旦上げるだから
こんな感じで上げます。次ラインを引きます。ラブライナーのブラウンとドーリーウィンクのピンク。まず、よいしょ、これ本当は両手でこうやってやりたいんだけど鏡が今ないから、こうやったらここで頑張って描きます。黒目の上から外側にかけて引くインラインみたいな感じで頑張って引くよ。頑張って引くよ。こっちもいけたよ。いけたよ。そしたら、あれ5秒前までいったじゃん。どういったの？ピンク、ピンクいなくなったんだけど、どこ行ったの？ピンクちゃんどこ？ピンクいたよね、さっきまで見せたよね。あ、いた。いた、いました。ピンクちゃんいました。ピンクちゃんでラインを引きます。なんかすごい今日濃くなっちゃった。あ、まあ、もうここに沿ってヒュンってやります。こんな感じ。でもちょっといつもよりすごいなんか長いし濃いしみたいになったけど、まあいいやっていう感じ。次、剥がれていて何か分かりませんがイプサです。イプサいつも出てくる、あのこの明るいピンクっぽいオレンジっぽい、いやどっちやねん、明るいところとあれを取って涙袋作ります。この涙袋を作っていきます。なんかね、やっぱこの白くするのはやっちゃうんだよね、どうしても。涙袋大事だから。やっぱね、涙袋はね漏れるよね、あった方が。これがほんまに塗りやすい。で、ぼかします。はい。次。最近はね、次はね、エチュードハウスのパレットのこのね、どこだ、ここ、ここ、このオレンジとピンクの間のここ、ここのなんか色にハマってて、その子を使っています。その子にハマっているんです。そうではね、ピンクとかをつけるわけじゃなくて、なんかねちょっとピンクがかったけど、ほぼ なんか白い感じのちょっとラメみたいな
涙袋はなんかちょっとなんかねっとりしてる感じの方が、サラサラなあれよりねっとりしてるのを入れるのが好きです。で最後にまたこの子のピンクをちょっとだけちょっとだけのせます。外側だけ、外側だけ乗せて、次、次はこっちの眉毛、キャンメイクで涙袋の線を描きます。今日はなんかめっちゃピンク系のメイクになりましたけど、はい、次もう一回まつげを最後ちょっと整えます。なんかアイライン引いてるとまつげが変な方向行っちゃうから、あなたのまつげはここですよって教えてあげます。オッケーオッケー、次続いてはキャーン、よいしょ。ちなみに今はこの前このミキポンさんのやつに入れてます、入れてます。あんまりつけないけどね、最初にこっちの濃い色をちょっとだけつけて、でまたであのこっちの薄、こっちの鮮やか、こっちのピンクを周りにつけるんですけど、もうこれはほんまにちょっとだけ、もうねなんか気持ち程度しかつけません。でなんか前までめっちゃ結構上らへんつけてたんですけど、上すぎたら私ちょっと微妙ってことを思って、もうここらへんにつけます。もうほんまにちょっとだけ、本当に本当にね、ちょっとだけ、あやばい、超ついたじゃん、ちょっとだけって思ったのに。もうねすぐつ、なんかねめっちゃすぐついちゃうんだよね、やっぱもう超ね力を抜いてね、もうねくるくるなんてやったらもう終わっちゃうから、なんか超ついたんだけど困っちゃう困っちゃう。まあこれをぼかせばいい。マジでなんか今日すごいチークになっちゃった、困っちゃう。こっちぐらいがいいんだけど、なんかこっちすごいついちゃった。もうほんまにねこれね、ちょっとにしてもね超つくの、これは困っちゃってる、ちょっと困っちゃってるわ。でもね結構ねこっちのね、このこっちのピンクをやれば結構薄付きになる。いや私は分かったよ、あのねやっぱ筆がね、私こっちが下手なんだ。筆がちょっと私には
向いてない筆だった。こっちの筆の方がやっぱいい。こっちはいいんですけど、こっちは問題は、すっごいピンクになっちゃった。すごいピンクになっちゃったじゃん。悲しい。すごい嫌だ。こっちはねふんわりついてていいんですよ。こっちすごいんだけど。まあいいか。まあいいか。よくないけど。まあいいか。ちょっと一旦リップつけよう。あ、違うわ。リリンミューのシェーディング、もう底見えコスメになりました。底見えコスメです。底見えコスメです。はい、次ラストリップ。今日は何をつけようかしら。リップたちをねここに持ってきています。うーん、でも一旦ね、なんかまあクラランスのこちらかなって思ったけど、やっぱ違う。違うんかい。宮城さくらさんのこちら何番だっけこれ。え、何番あなた。ゼロ何番。ゼロ三番ですね。ゼロ三番をやりましょう。塗りました。で、なんか私はね縁を濃くするのが好きなんですよ。だから縁はロム&のこちらみんな好きなやつ17番をちょっとこのまま塗るんじゃなくて筆に取って、筆で縁だけ塗る。最後にディオールのリップグロウオイルで終わり。できました。チークを塗りすぎた顔が完成。顔が完成しました。そして前髪がもうなんかちょっと濡らさないと終わってる。終わってるけど終わり。終わりです。なんか今日はちょっと微妙なメイクでした。自分的にな、眉毛とチークがすごい微妙だったから、自分的に、あ、てか眉マスカラ今日ね持ってきてなくて、こっちにもういいやと思って眉マスカラをしてないっていうのもあるし、うん、ちょっと
すっごいなんか前髪が前髪がすっごいけどキャーっていう感じです。いつもはまつげをやったり下まつげも塗ったりするんですけど、今日はちょっとまつげは何もしてないので、最近まつげあんま何もしないのが好きなので、そう、うん、今日は髪の毛は一旦いいかな、しないです、何も。こんな感じです。そう、最近まつげさんあんまり塗ってない。塗るとしたらキャンメイクのまつげ下地塗った後に、最近はねこのねエテュセとか使ってる。あとはなんかエテュセのこの細いやつとか結構使ってたり。です。ちょっとね今日はねなんかちょっと微妙だった。今日のメイクあんま好きじゃない。でも好きじゃないんかいってね好きじゃないとか言うな。だって眉毛がキモいのとチークがすごいついちゃったことが問題点でちょっと嫌になっちゃった。嫌になっちゃいました。うん、まあいいでしょう。いいでしょう。原因はでも分かっているんよ私は全部。だからちゃんと大丈夫、ちゃんと大丈夫。あ、ちょっと今からグミ急に何ってね、グミっつってグミを持ってきました。グミちゃんグミを持ってきて、なんかこれマイカがなんか言ってたから買ってみたから食べてみます。いただきます。え、なんかすごい色が、すごいチークみたいな色してる。うん、なんか酸っぱい、結構顎に優しい。めっちゃふわふわ、なんかマシュマロみたい。カベルステソーダって何？美味しいけど酸っぱい。ぶどう？ぶどうソーダってこと？すごい柔らかい。わかんない、前からのおすすめか。なんか食べてた。見てこれ買ったって言われた言ってた。おいしい、うん。最初食べた時めっちゃ酸っぱく感じたけど慣れた。あ、こうやってさ、なんか外にパウダーついてる系とか砂糖ちょっとついてるよみたいなザラザラしてる感じ好き。うん、普通のね、ひとちんやグミより柔らかい。あとなんか炭酸感がある、シュワーって。グミ好きだから、しかもいろんな味を開けるのが好きなんよ。一個の味完食するんじゃなくていろんな味を、なんかさ、レモンとサイダーとブドウとみたいな感じで、いっぱい全部の封を開けるのが好きなんよ私
でずっと同じ味を食べ続けるんじゃなくて、なんかちょっと適当に食べるみたいな、そういうのが好きだから。だからね、なんか今グミはお家に3つあるけど、うん、全部開ける。グミ、でもグミは食べ過ぎちゃダメって言うもんね。みんないつも兄言ってるじゃん、グミ食べ過ぎちゃダメだよって。なんか目が痛いんだけど。うん、やっぱどっからどう見てもこっちのチークは濃いわ。あと最近は茎わかめとかも食べる。でも絶対私茎わかめね、梅味が好きなんですよ。茎わかめ、マジねグミめっちゃ一生食べてる。でもね、ちっちゃい頃の方、中学生ぐらいが一番食べてたグミ。いつもねプレグミとかね、なんかめっちゃ食べてたグミ。いつもなんか土日にダンスのスクールとか基本あったから、もう土日にね、もう超ねご飯を買うのよ。超ご飯を買って、そうなんか昼ご飯と夜ご飯とみたいな、とお菓子とジュースとみたいな、もうさ死ぬほど買うわけよ。それがね、本当にねグミをね、になんか毎日のようにいっぱい買いよった。あとそうめんよく買いよった。なんかちっちゃい頃からそういうそうめんとかが好きで、めっちゃそうめん買いよった。あとじゃがりこじゃがりこ、カルピス、そうめん、冷麺、冷やし中華かみたいな感じでめっちゃ買いよった。そういうのなんかそこら辺よく買いよった。なんかあとおにぎりか、まあ、サンドイッチとかも買うけど、その頃はあんまりなんかサラダとかは買ってなかったね。今はコンビニ行ってサラダ買うことめちゃくちゃ増えて、もう 私が好きなのはなんだっけ、なんかね、なんだっけな、セブンのあのベーコンがちょっと入っててすごい緑の、なんだっけな、私昨日もそれ食べたんですよね。なんか玉ねぎドレッシングかな、玉ねぎすりおろしドレッシングみたいなやつとかをすごい美味しくてよく食べる。ベビーリーフとか入ってるやつかな、わかんないけど、そのサラダがもうねめっちゃ食べるけど、もう昔はサラダなんて多分マジで全然買わんかった。買ったとしても野菜スティックとかだったかな、そんなに買わんかった。あとでもキュウリとか買いよった。なんかキュウリのあるじゃん、カラッキューみたいなやつとかよく買いよって、ゆで卵とかも絶対買ってなかったね。今はさサラダチキンとかゆで卵とかさサラダとかもさ食べるけどさ、昔は全然買わなかった。そう、あでも買うとしてもそう豚しゃぶのサラダとかチキンのサラダとかそういう系だった。あとあれ買いよった、パリパリ麺のサラダ、それはめっちゃ買いよった。そうでも絶対にいつもカルピスも買うよね。そうでしたね、懐かしい。懐かしい、そういうものばっか買ってプラスグミとじゃがりこ買ってました。あとねなんかねイカみりんせんべいみたいなああいうのもめっちゃ買いよった。だけど700円くじも死ぬほど引いとったなんか700円買ってくじにチャレンジみたいなやつあるじゃん、それ。もう余裕でいくんよね700円、2枚ぐらい引ける。なんかお父さんも一緒に買ってたから、そうもうみんなねいつもなんかセブンで会うのよ結構。
その近くとかのなんかセブンとかコンビニとかに行って、でその後にスクールに送ってもらうんですよ。そうだからなんかそのルートなんよ。もだけね、基本的にね、もうみんな同じルートで来るから、何個かセブンがあったんですけど、今日どっち行くとかそんな感じでした。広島のセブンはさ、基本的に駐車場がね、いっぱいあるから、そうセブンで一回会って、次スクールで会うみたいな感じでしたね。で、いつも食を買ってました。もういつもセブンでした。それはグミいっぱい買った。いや今でも言われる、なんかカルピス頼まんかった、え、あんカルピスじゃないんってあんカルピス大好きじゃんっていつも言われる。あんカルピス好きやけど最近あんま飲まんねんっつって、昔はカルピスばっかり。あとね、なんか自販機があってスクールに、でそのスクールにカルピスの 500ml の缶が売ってたんですよ。で缶と、あ、缶が2本種類があって、カルピスウォーターの缶とカルピスソーダの缶で、どっちもなんか多分100安い100円ぐらいかな。でなんか缶が売ってて、うん、めっちゃよくみんな飲みよって、めっちゃもう死ぬほど何回って数えきれんぐらい飲みました、カルピスソーダ。それカルピスソーダの方が人気で、でもカルピスソーダをみんなが買いすぎてなくなったらしょうがなくウォーターを買うんですけど、どっちかといったらソーダが人気で、どっちも美味しいけどね。思い出の自販機、自販機はね結構いっぱいあったから。だけどもうどこに何のジュースが売ってるかさ、10年間通ってたら分かるんだよねあ、ちょっとこれ飲みたいからここのを買ってくるわみたいな感じで、もう10年間行ってたから、もうどこに何のジュースがあるかを把握してたからどこが何円でお茶買えるとかも全部分かってたそう、缶ジュースってねいつも350とかじゃん、500だからね、すごい大きい。でもそれをよくみんなこぼすのよ床とかに置いておくのね、結構下に。そしたらさ、みんな蹴るじゃんそしたらね、もうすぐねビチャ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 ってね、こぼすんよみんな床にね、いっぱいね多分カルピスこぼれとるほんまにほんまに、昔からもうみんなそう、よくこぼしてた、よく見てたわこぼしてる。関係り良くないや、良くない、ダメですよ、気をつけなきゃ。こぼれてた。だから、あーやばいやばいやばいって拭きに行く、みんなで、ね、そうでよね、誰かこうしたら。懐かしい。いや鬼ごっことかもしちゃうからさまだ若いからさ、中学生とか小学生とかね、小中学生若いじゃん、鬼ごっこしちゃうんだよねやっぱねダメだけど鬼ごっこしちゃうのよね。総出で一貫の缶助けるのめっちゃじわる、そうよ、やばい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 ってみんなで、ゆうじくん板チョコありがとう。鬼ごっこ好きは小学生の頃からずっと好き、中学生でも高校生でも学校の休憩中に鬼ごっこしてたから
でもさ、なんか学校ってさ違うクラス入っちゃダメとか結構ない？小学校はそんなに厳しくなかったんですけど、中学校高校はちょっと厳しかったかな。なんか他のクラス入っちゃダメみたいなのがあった気がする。小学校はなんか一人で一個年上の5年生の時に6年生の子たちと結構仲良かったから、6年生のクラスによく遊んでた。6年生のクラスで一個お姉さんのクラスによく混ぜてもらってた生意気そう、中1中学生は他のクラスに入るの禁止だった。高校生はまあ入ってたけど、中学生は禁止やったな。だけんなんか、いやでも禁止やったけどみんな入りよったんかな、入りよったんかな。でもなんか鬼ごっこしよるときは入りよったかもしれない。でなんかクラスの子たちとかに、ね、いないって言ってねとかっつってあん探されても おらんって言ってねみたいな言って、なんか隠れてた気がする教室の中にそう、隠れ鬼ごっこみたいな感じでやってました。それで演技してもらうよ、クラスにおる子たちに。え、あん見てないね、わかんない、知らないってだいたいいろんなとこに入ってた。ちっちゃいのをね、自分がちっちゃいのを利用していろんなところに。掃除用具入れは入ってたよ、入ってたけど、やっぱ学校の掃除用具入れって本当にさ掃除めちゃくちゃしてるからさ、まあ、正直綺麗じゃないのね。だからあんま入ってなかったかもしれないけど、まあ、入ってたけどそんな頻繁には入ってない。よくやりよったよ鬼ごっこ。高校も鬼ごっこしてたけど、いや先生見つけた瞬間みんなで早歩きになるあれ走ってませんって走ってませんっていう顔して走る。懐かしい、可愛い学生だわ。可愛い学生生活。もうすぐチョコ持って行って怒られる時期だよ。そうだよ、怒られろ怒られろ、みんなまとめて怒られろ最低最低、怒られないでくださいね、みんな気をつけてくださいね怒られた怒られたじゃない、怒られろ怒られろ、みんなまとめて怒られろやばい、めっちゃおもろいめっちゃ性格悪い人やん私嘘ですよ、みんな気をつけてね、怒られないようにしてね怒られちゃダメだよ、バレないようにやるのがプロだかんねみんなバレないでね バレたら素直にごめんなさいって言いましょう、反省文書きな太郎さん、くまちゃんありがとうございます。でまあ反省文書いたことないよ、え、書けって言われたことないよっていう意味ね。多分書いたことマジでないと思うな、あったっけ。反省文書いたことない多分午後のお仕事頑張って、ファイト。何をしたら怒られる、ピアスとか髪染めたりとかスカートを切ったりとか、提出物系やんなかったり、居残り、居残り
マンコリしたことあるんじゃない？あんま、え、でも中学生はないな。あっても高校生じゃない？高校生みんなでなんか居残り、居残りして、居残りじゃないの？いや、居残りはしてないね。いや、居残りはしてないわただ遊んでただけだ、あれは。補習はね、私ね、再試験とかもね、多分そんなやってないから。授業中にお菓子食べてた子とかいたけどねって。授業中にお菓子は多分先生も食べるんじゃない？みんなで食べないのかな、わかんないでもそういう学校もあるんじゃない？赤点取ったことは高校まではない私ね、マジでね、あの生徒指導室に呼ばれたこととかもないから。私学校で音楽とかイヤホンして聴いてたこともないよ。よくさ、こうやって袖に通してこうやって聴くんでしょ。その頃さ、 Bluetooth のさイヤホンとかないからさ、時代だよね。今はさね、AirPods とかさ、なんか Bluetooth じゃん。だけどさ、その時はさ、あのみんなさこうやるんでしょ。ここにさ通すじゃん、管をここに通すわけよ。でさ、こうやってさ、こうやって聞くんでしょ、肘ついて。そんなにもして音楽聞きたい私別にそれやってなかった。そんなにどんだけさ聞きたい音楽。そんなさ音楽聞かんと死ぬっていうわけじゃないのにさ、かわいいよね学生って感じ。でも没収されたことないわ、何も。何にもないよ。でもさ、それをやりたいんだろうね、多分中学生とか特に。でも後ろの席有利だと思うじゃん。でも後ろの席も後ろの席で、あのたまに校長先生とか教頭先生とか学年主任の先生とかがなんかガラガラガラって入ってくるんですよ。でなんか高校生の時の話なんですけど、なんか高校の時ってなんだっけな、カーテンを閉めとく、カーテンを開けとかないといけなかったの本当は。なんかね、ドアのとこだけにカーテンがついてるんですよね。なんですけど生徒はそこ閉めたいの。いつなんかその学年主任とかの先生が来るか分かんないから、後ろから、しかも後ろからだったらさ、なんかドキドキするやん。だけんさ、みんな閉めときたいんだけん、生徒は絶対に閉めるんよ。でもだってさ、ガラガラガラでさアウトじゃん、閉めてなかったら。何か例えば多分誰かが何かやっちゃったらガラガラガラアウトじゃん。でもガラガラガラシャッだから、シャッの音があるんよわかる？だけガラガラガラの間にどうにかすれば、カーテンがまだあるからね、バレないのだからもうみんなカーテンをしたくて仕方がなくて、だからいつもみんな絶対カーテンしてんの。でも絶対になんかカーテンをしてたら、あの取られんの、カーテンしたら怒られんのそう、なんかみんな必死にカーテンしてた2個ねガードがあるから、カーテンがあればっていう懐かしいエピソード。守りは二重に守りは二重に。
結局一番いいのは窓側、ドア側じゃなくて窓側の後ろの席がいいよね。でもさ、意外に見えるんよね、後ろの席って。多分先生から、まあ、どこにおってもね、見えるよ。だからしっかり真面目に勉強しましょうっていうことですね。そうですなので、もし今授業中にこのショールームを聞いている子がいたら、ちゃんと勉強してくださいちゃんとね、後悔するので勉強してください。私もしっかり学生生活をね、ちゃんと終えて今があるので。私もちゃんとしっかりと学生時代は楽しんで、やることはやって、そう、勉強してたくさんねやってきたので、ここまで説得力がない頑張ってください。応援しています、応援しています。じゃあ今日はショールームを終わりたいと思います。今日は夜は配信できないので、お昼配信でした。5時間目、え、もう5時間目なの？そっか、でもお昼過ぎてるから早いね、もうそんな時間なんだ。じゃあ順位を読みます。13位から、13位がMKT さん、12位がトモ、11位がセイタ、10位がジス、9位がミーワン、8位が畑さん、7位がヒラさん、6位がユージくん、5位がレグルスさん、4位がマツケンさん、3位がカプリコンさん、2位がユージ、1位がタロウさんです。ありがとうございます。1人目、みーちゃん、2人目、アンディさん、3人目、いちご 115% さんの3人がランダムです。今日はメイク配信と謎のトーク配信でしたそれじゃあ今日も一日頑張ろう。もう午後だけど、午後からもファイトです。じゃんけんします。せーの、じゃけん、じゃんけん、じゃんけん、チョキ。